賛美捧げます。おー御前にひれ伏してキリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしですか？関根弘之です。今日はイエス・キリストがマタイの福音書22章で話された王子の結婚披露宴の例え話を紹介しましょう。もしあなたがロイヤルウェディングに招待されたならとても光栄なことですよね。なぜなら通常はロイヤルウェディングに招かれるのは一部の特別な人たちだけだからです。ところがこの例え話はロイヤルウェディングであるにもかかわらず、最初に招待しておいた客が誰一人来たがらなかったというんです。でも王様はそれでも忍耐強く別のしもべたちを使わし、宴会のための料理もすべて準備が整ったので、どうぞ宴会にお出かけくださいと招き続けました。しかし招待された人々は王の招待など全く気にかけず、畑仕事や商売に出かけてしまったというのです。そこで王様はどうしたでしょうか？なんと王様はしもべたちにこう言いました。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。王子の結婚披露宴に出会ったものを皆招きなさいと言うんですね。考えられないことですよね。街行く人たちは王子の結婚披露宴があるとはニュースで知ってはいても、自分とは全く関係ないと思っていたはずです。そこに王のしもべたちがやってきて、道行く人を招待し始めました。招かれた人はどれほど驚いたことでしょう。しかし王は誰も彼も出会ったすべての人、良い人も悪い人も招きました。そして宴会場はいっぱいになりました。もちろん料理の質を落とすことなく、最高級のもてなしをしたのです。
実はこの例え話の大切な強調点がここにあります。それは天の父なる神様の招きはすべての人に分け隔てなく差し出されているということです。当時のユダヤの指導者たちは自分たちこそ特別に選ばれた民で、自分たちこそ神様が招いてくださった民だと考えていました。そして異邦人や罪人は神様に招かれるはずがないと考えていたのです。しかしイエス・キリストはそうではない、神様はすべての人を招いてくださっているのだ、そしてその招きに応じた人は皆神の家で喜びの食卓に着くことができると話されたのですね。この招きはすべての人に対する招きです。あなたも私も神様の用意されている喜びの祝宴に招かれているのです。言い換えれば神様の素晴らしい救いに招かれているということなんですね。あなたはこの招待にどう返事をしますか？キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか？関根弘之です。今日はイエス・キリストがマタイの福音書22章で話された王子の結婚披露宴の例え話の続きです。王様は大通りに出て行って出会った者を皆招待しなさいとしもべに命じたのです。宴会場は客でいっぱいになりました。ところがその中に婚礼の礼服を着ていない者が一人いました。すると王はその人を縛って外の暗闇に放り出すようにしもべたちに命じたというんですね。それだけ聞くと驚きますね。出会った人を手当たり次第招いておいて礼服を着ていないというだけで外に放り出すなんてひどいじゃないか。だいたい大通りにいる人は誰も礼服なんて着ていないではないか、そう思われるでしょう。当時王様に謁見するときには王様から与えられる晴れ着を身につけました。普段着で王の前に出ることなど決してありえませんでした。ですから王子の披露宴に礼服を着ないで出るということは王様の栄光を傷つける行為、王に対する背信行為でもあったわけです。ですから事前にちゃんと一人一人のために礼服は用意されていました。しかし一人だけ着ようとしない人がいたわけです。この人はこの祝宴を冷ややかに、そして侮辱をするためにだけ出てきたかのような態度を取りました。礼服を着るということはこれどういう意味があるんでしょうか？ここにイエス・キリストが話された例え話の強調点があります。それは神様は私たち一人一人を祝宴に招いてくださるだけでなく、神様の前に出るのにふさわしい礼服を備えてくださっているということなんですね。私たちはそのままでは誰も神様の前に出ることができない罪人です。ですから礼服を身につけなければなりません。そしてその礼服は神様の方で用意してくださっていると教えているわけです。新約聖書ガラテヤ人への手紙3章27節にはキリストを着たと書かれています。神様は私たちのためにキリストご自身を礼服として与えてくださったというんです。キリストを着るって一体どういうことでしょう？それは私たちの罪汚れをキリストの愛によって覆っていただくことです。救いの衣と言ってもいいんですね。神様は一人一人に救いの衣を用意してくださっています。どうしてそれを拒否する必要があるでしょう？用意された救いの衣を喜んでありがとうございますと言って身につければいいではありませんか。それによって私たちはいつでもどこでも自由に神様の御前に出ることができるのですから。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか？関根弘之です。今日はイエス・キリストがマタイの福音書25章で話された例え話、どんな例え話かというと、主人がしもべたちにそれぞれの能力に応じて5タラント、2タラント、1タラントを預けて旅に出かけたという話です。タラントとは当時の貨幣のことです。さて、長い旅から帰ってきた主人はしもべたちと生産をすることになりました。5タラントと2タラントを預かったしもべたちはそれで商売をして倍に増やしていました。すると主人はよくやった、良い忠実なしもべだと言って褒めました。しかし1タラント預かったしもべはそれを地面に埋めてそのままにしていました。すると主人は悪い怠け者のしもべだと厳しく叱責し、
その1タラントを取り上げて、5タラントを2倍に増やしたしもべに与えてしまったというのです。この例え話に登場する主人とは、イエス・キリストご自身のことです。そしてタラントを預けられたしもべたちとは、今の時代を生きる私たちのことと考えてもよいのです。この例え話は一体何を教えているのでしょうか。それは私たちが主人から預かっているものをどのように生かしていくかということが大切なのですよということです。私たちは神様からたくさんのものを預かっています。一人一人は経験してきたことや境遇も皆違いますね。でもそれぞれに違う性格や能力を持っています。そうした神様から預かったいろいろなものを、この例えではタラントに例えたわけです。主人はしもべたちに最も少ない金額でも1タラントを預けたと書いてあります。1タラントというのは6000日分の給料に相当する金額です。大きな額ですよね。つまり神様が私たちに預けてくださるものは、どの人であっても決して少なすぎるということはないんですよということです。私たちは時々、自分はあの人のように素晴らしいことができないから必要ないとか、能力も才能もないと言って自己卑下してしまうことがあります。私たちは自分が何も持っていないように思える時があります。しかし神様は一人一人に人と比べることのできない大切なタラントを預けてくださっているとおっしゃっているんです。そしてぜひ知ってください。私たちの存在そのものが神様に与えられた比べることのできないかけがえのないタラントそのものなのです。時には失敗したりつまずいたり涙を流すこともあるでしょう。でも誠実に生きていくとき、神様は良い忠実なしもべだと喜んでくださるのです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。今週はイエス・キリストがお話しされた例え話からお互いの人生を考えています。イエス様は主人がしもべたちに5タラント、2タラント、1タラントを預けて旅に出かけたという話をしました。タラントとは当時の貨幣のことです。5タラントと2タラントを預かったしもべは忠実にそのタラントを用いていきました。しかし1タラントを預かったしもべはそれを地面に埋めてそのままにしておきました。すると主人は悪い怠け者のしもべだと厳しく叱責したのです。彼はなぜ叱責されたのでしょう。彼は1タラントを預かったのに、それを生かそうともせず、ただ地中に埋めて隠しておきました。そしてこう言ったのです。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。このしもべは主人が横暴でひどい方なので、地の中に隠しておいたと言ったのです。もし失敗して少しでもお金を減らしたら、どんなむごい仕打ちを受けるかわからないと恐れていたというのですね。実はこの姿は暗に当時のユダヤの宗教指導者たちの姿を示しているのです。彼らは神様は厳しく怖い方で、戒めを守ることができなければ神様の怒りに遭うぞと教えていました。せっかく神様から預けられたものなのに手をつけず、ただ自分が神様の罰を受けないように宗教的な戒めを一つでも破ることがないようにということばかりに気を取られ、自分のためだけに生きていたのです。しかしイエス様はその姿を厳しく戒められました。どうでしょう、あなたも同じように神様をそのように見ていることがありませんか。神様はひどい方だ、ちっとも私に良いことをしてくれない、まかないところから刈り取れと言わんばかりのひどい要求をする神様だと。でも神様は本当にまかないところから刈り取るようなひどい方でしょうか。違います。ヨハネの福音書3章16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、このように書かれています。神様はご自分の一人子なるイエス様さえ私たちのために惜しまずに与えてくださる方です。神様から与えられたタラント、あなたの存在そのものを大切にしながら歩んでいきましょう。
キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根博之です。今日はイエス・キリストがルカの福音書10章で強盗に襲われた旅人を助けた良きサマリア人の例えを話されました。今日はこの例え話が語られたまず経緯を見ていきましょう。ある時、律法の専門家がイエス・キリストのところに来ました。律法とは聖書に書かれている神様の戒めのことです。彼らは聖書のことを大変よく知っていました。この専門家がイエス様に、先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか、と質問してきたのです。それに対してイエス様は、律法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますか、と言われました。すると彼は心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと聖書には書かれています、こう答えました。さすがに律法の専門家ですね。この人は完璧な模範解答をしたわけです。旧約聖書のレビ記18章5節には、あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい、人がそれらを行うならそれらによって生きる、と書かれています。この人は自分は戒めをちゃんと守っているから聖書に書かれている永遠の命を受けることができると自信があったようでした。イエス様はこの人に、その通りです、神様の戒めを実行しなさい、そうすれば命を得ます、と言われました。すると再び律法の専門家は質問しました。私の隣人とは一体誰のことですか、と。そこでイエス様はサマリア人の例えを話されたわけです。この律法の専門家は、神を愛し隣人を自分自身のように愛せよという戒めが律法の中心であるということを聖書からきちんと読んでいました。しかし隣人とは、隣人とは一体誰か、ということについて聖書から理解していませんでした。律法の専門家は、隣人隣人とは同胞のユダヤ人のことであって、異邦人やサマリア人たちは隣人ではないと考えていたからです。聖書が全体を通して教えていることは、人は神様の戒めを完全に守ることのできない弱い存在だということです。どんなに努力をしても戒めを完全に守り自分を救うことができないのだと教えているのです。だからこそ救い主キリストが必要なんですね。この律法の専門家は聖書をよく読んでいましたが、聖書を理解していませんでした。そのことを気づかせるためにイエス様は良きサマリア人の例えを話されたのです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。今日はイエスキリストがルカの福音書10章で話された良きサマリア人の例え話から、お互いの人生を考えていきましょう。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われ、半殺しにされ倒れてしまいました。すると神殿で仕える祭司やレビ人が倒れている人の前を通るのですが、近寄ろうともせず反対側を通り過ぎていってしまいました。祭司もレビ人も随分冷たいと思いますね。瀕死の重体で倒れている人を見たら助けたいと思うのが普通です。でも祭司もレビ人も助けたいという思いはあったかもしれません。しかしあえて反対側を通り過ぎていってしまいました。それにはユダヤ社会の特有の理由があったのです。旧約聖書の律法では、死体に触れると宗教的に汚れたものとなるので、しばらくの間神殿での奉仕はできないことになってしまいます。彼らは神様に仕える仕事をすることに熱心でした。神殿で生贄を捧げ祈り、聖書を教え、身を汚さないように細心の注意を払って生活をしていました。けれども、実際には神様が一番願っておられることは、隣人を愛することを実践するということ、これが抜け落ちてしまっていたのです。さて、次にサマリア人が通りかかりました。彼は倒れている人を見てかわいそうに思い、近寄って傷の手当てをし、宿屋に連れて行って介抱しました。当時ユダヤ人とサマリア人は長い歴史的な経緯の中で犬猿の仲でした。イエス様は、誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか、
と律法の専門家に尋ねました。すると律法の専門家は、その人に憐れみをかけてやった人ですと答えたのです。一体このサマリア人の姿は何を表しているのでしょうか。実はこのサマリア人はイエス・キリストご自身を表していると言ってもよいのです。そして瀕死の重傷を負って道端に倒れているのは、私たち一人一人の姿を表していると言ってもよいのです。傷だらけで自分では何もできず、苦しみの中で死を待つしかない。しかしそのような私たちを見て、イエス様はかわいそうに思い、ご自分の方から近づいてきてくださるお方です。イエス・キリストこそ隣人を愛される誠のお方です。イエス様の愛は民族の垣根を越え、言葉の壁を越え、国の壁を越えて、あらゆる人々に向かって広がっていきます。そしてその愛はあなたのもとにも届いています。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691、 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。